今日はクリスマス。サンタクロースが子供たちにプレゼントを配っているから、今日サンタの後に泥棒に入れば確実にプレゼントをゲットできるぜ。しかもこの格好、もし見つかっても本物のサンタだと言えばバレないだろうしな。完璧な計画だぜ。よし、まずはこの家からだ。お、兄弟二人か。アホ面で寝てやがるぜ。明日の朝、プレゼントがなかったら泣くだろうな。ふう、危ねえところだったぜ。さあ、さっさとプレゼントをいただくとするか。またまた危なかった。サンタさん。あ、ハロー。私はサンタクロースだす。すげー、本物サンタクロース。もしかして今プレゼント置いてくれたんですか。そうそうだよ。そうに決まってるじゃないか。うわ、ほんまや。プレゼント置いてある。サンタさん、ありがとうございます。サンタさん、ありがとうございます。いや、まあ、君たち、今年もいい子にしてたからね。ああ、せっかく会えたので、いろいろ質問とかしていいですか？まあ、答えられることならね。ありがとうございます。じゃあ、生年月日とか教えてもらっていいですか？昭和。え？昭和？結構若いんですね。昭和じゃなと言おうとしたんじゃ。そうじゃな、わしはもう年齢とかいう概念がないんじゃ。一体いくつなのかは覚えてすらおらん。そうなんですね。じゃあ僕も手紙書きたいんで住所とか教えてください。ああ、住所はプライベートなことなのでちょっと。手紙は枕元とかに置いといてもらって。わかりました。それじゃあ好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物、そうじゃな、寿司じゃ。お寿司ですか？サンタさんって外国の人ですよね。まあ最近はさ、世界中で寿司は食べられてるのさ。まあそうですけど。俺もお寿司好き。じゃあ趣味は何ですか？趣味か、やっぱりプロ野球観戦かな。風呂上がりにビールと枝豆、そしてテレビでプロ野球観戦、これが一番じゃ。あとすぐそこのスーパーのお惣菜も美味しいな。へえ、俺も枝豆は好き。やっぱり怪しい。外国のおじいさんって感じせえへんし、そもそもサンタさん近所のスーパーとか行かんやん。サンタさん、せっかく来てもらったんで、お茶でもしていきませんか？え、お茶？
お菓子もあるのかな？お菓子もあります。まあ、ちょっとぐらいなら大丈夫かな。さあさあ、サンタさん、ジュースならいくらでもありますので、ぜひお飲みください。ありがとうね。ありがとうね。わしはな、このライフガードが大好物なんじゃ。いただきます。うまい。よっ、いい飲みっぷり。さすがサンタクロース。いや、出れるな。実はあれ、お酒なんだよね。数時間後。なんで俺んとこにはよ、サンタさんが来てくれないんだよ。やってられっかよ。来てくれないからよ、こうして仕方なく泥棒するしかなかったんだよ。やっぱり泥棒か。どうにかして捕まえないと。サンタさん、まだまだあるのでどんどん飲んでください。少年、君は気が利くな。じゃあ遠慮なく。ぽひゃー。ああ、飲みすぎたな。ちょっとトイレ借りてもいいかな。どうぞどうぞ、こっちです。よっこいしょ。わかった。サンタさん、トイレはこちらです。おう、ありがとう。もしもし、警察ですか？泥棒です。すぐ来てください。今のは何だ？おい、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 お前が泥棒だってことは分かってるぞ。すぐに警察が来る。観念しろ。おい、ごめんなさい。何でやるのか。欲しかっただけなんです。おー、おー、おー、おー。おお、おお。お払ってもとるよ。ありがとうございます。じゃあ生年月日とか教えてもらってもいいですか？いいですか？いいでしょうか？まさか。おせや。ちょっと見せて。いや無理よ、パンツ。もうやめてよ。下着はこの下。もう最低。どうぞ。どうぞ。ボクサーブリーフだよ、サンタ。最低。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。